制限金沢アンバサダー辻尾真嗣です。よろしくお願いします。はい、アシスタントは制限ナウという配信番組でプロデューサーをやっております星野です。よろしくお願いします。まあ、ツイッターでもアンケートを、まあ、取らせてもらったんですけど、まあ、皆さんまた聞いてみたいということで、まあ、こうやって続けていければなと思ってます。いや、なんか中山さんから、はい、監督について聞けたまあ、ここでしか喋れないことをどんどん話していけたらなと思いますし、まあ、僕は本当に現場と関わってないんで、ここで別に僕が言ったからでねどうったことないんですけど、本当に永山さんはラジオ聞いたってことですかね。あ、聞いてもらったみたいです。はい、そうなんですね。まあ、やるっていうのはちらっと言いましたけど、はい、特に第0回をどうしたとかっていう話は全然しなかったんで。あ、そうなんですね。うん、まあ、コンテンツはねたくさんあった方がいいと思いますん です、ね。はい、じゃあ早速ですけど、はい、15節群馬戦を振り返っていきましょう。はい、どうでした見てて。まあ、もちろん最後のところで追いつかれたっていうのはね本当にびっくりしましたけど、あれもサッカーかなと思いながら、うん、まあ、でもただシュートシーンも多かったし、前の4試合勝ててない4試合ですかね、3試合4試合に比べてもチャンスのこう雰囲気っていうのはかなりあったので、うんうん、そのボールの運びとかっていうのもこう改善された部分も多々見れたので、僕としては、まあ、もちろんその最後のところで追いつかれたけれども良かったんじゃないかなという印象ですね。うんうんうん、でも監督のコメント見る限りはそうなんですよね、なんか全体的に良くなくって、はい、むしろこう勝ち点1取れたのが、うん、なんかうちにとっては良かったみたいな感じで、はい、あれってちょっと思ったんですけど。そうですね、まあ、うん、監督はもう絶対的な自分の強化軸を持っていらっしゃるので、うん、もうここができないかったらダメだ、ここができなかったらだからやられるだろうみたいな感じだと思うんですけど、まあそれはそれぞれこうゲームのね見方っていうのは本当に人それぞれだと思うので、うん、僕としてはまあまあ良かったんじゃないかなっていう感じでしたけど、チャンスシーンとか、まあ、ボールを保持した時にそのまあ、攻め急がずに可能性の高いところに一回落としてっていうようなシーンも何回もあったから、はいはい、辻尾さんのラジオ聞いとったんかなっていう感じでした、ね。はい、いや僕も見ててはこれは監督聞いたなと思ってこんなこと言ったら失礼ですけどいやむしろ選手が聞いたのかもしれないですね。選手が聞いたのかもしれないですねうん、そうですね、まあ奪ったボールの1本目とかめちゃくちゃ大事にして、まあ、監督もねコメントで何回か出してますけど大事にしてたし、うん、そこの判断とかっていうのも良かったですし、うん、まあ、攻撃の時の選手の距離感っていうのも、まあ、いい時はやっぱりやっぱりチャンスになってた部分もありましたし、うん、島田選手も、前節からまた、元の、はい、サイド右サイドに変わってっていうことですけど、うん、はいはい、これやっぱり右サイドの方が生きてましたかね。右の方が僕もいいと思います。やっぱ配球っていう部分では、うん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 、左利きなんで、うん、ボール受けるときに相手の遠い足、左足遠いじゃないですか、うんうんうん、でブロックしながら受けれるんですよね、うんうんうん、相手が来てても、うん、でこれ左利きじゃなくて右利きやと右足でトラップしたいんですよね、うん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 、なんでガチャンとこう取れたるっていうところが、まあ、利点でもあるんですよね、はい、その右に島田選手がいる、逆足の選手が左にいるっていうところで、あそこで、まあ、もちろんフリーだったら島田選手判断いいのでグッと前向いて、うん、フォワードに決定機のパスを出せるっていうところはやっぱり魅力だったし、何回かね前半も瀬沼選手に1本配球したところも良かったですし、うんうん、まあ彼らしさっていうのは出てたかなと思いますね。うん、まあ、大谷選手はちょっと今悩んでるところかなっていう印象は受けますね。まあ自分のストロングをどう生かすかっていうところがちょっと何試合か試合出てこう悩んでるのかなっていうところはありますね。大谷選手に代わって後半頭からですかね、はい、ホドルフ選手が、まあ、復帰ということで、うん、どうでしたホドルフ選手は。いや、まあ皆さん同じ印象を持ったかと思いますけど、まあ、良かったですよね。まあ、メンタル的にもやっぱりフレッシュで、うん、自分が代わって何かしてやるぞっていうところも感じられましたし、うんうんうん、まあ、実際、まあ、彼のスピードフィジカルっていうところで相手はかなり嫌がってたところもありますし、まあ、実際チャンスも作りましたしね。あとフリーキックね、うん、蹴るんかなと思ったけどめちゃくちゃいいキックしてたんで、うん、してましたね。これは今後もかなり彼のフリーキックは期待できそうな軌道だったという印象ですね。うん、まあ、ホドルフ選手、まあ、スピードは大谷選手ほどはないかもしれないですけれども、はい、まあ、体の強さであったり、はい、足元の技術っていうところで見るとそのバランスとしてはすごくいいのかなっていうふうには見てたんですけれども、はい、
まあ、大谷選手が今後、今はちょっとまあ調子が悪いかなっていうところだと思うんですけれども、はい、今後共存していくというか、そういった形になるためにはどういう布陣がいいんですかね。そうですね、まあ、やっぱ大谷選手今はトップでこう使ってあげた方がこう自分の良さを出せるんじゃないかなっていうところと、まあ、あのフォドルファ選手この間途中から出ましたけど、じゃ途中からあのプレーはできましたけど、じゃ先発で使うとどうかっていうところは多分監督も悩ましいところで、やっぱり途中から出てきてあのストロングを出す方が相手にとっては嫌なんじゃないかなっていうところもありますね。なんでそこの先発で誰を使うかっていうところは悩ましいところじゃないですかね。まあ、あとは片倉選手もね、昨日途中から出ていい配球も出してましたし、まあ、守備のところでもねしっかり強さも出してましたし、右利きのサイドバックを左に置く利点っていうのはかなり出てて、右足でも配球できてましたし、あとは左足も本当にスムーズに蹴れるので、ね、左から、ね、いいクロス上げてましたもんね、はい、そうですね、その両足のキックの精度っていうのはいいものを持ってるなと。まあ、得点シーンいきましょうか。じゃあ、はい、J2 の通算で200試合出場を飾った広井選手、はい、キャプテンの広井選手なんですけれども、はい、まあ、自らのそのお祝いというか、はい、できた、まあ、ヘディングでの得点でしたけれども、はい、あの得点に関してはどうでしたかね。藤村選手のキックの質、うん、広井選手の入りっていうところですよね。ほぼ2人で取ったようなところでした、うん、その前に広井選手あの試合通じてですけど、もう前半からヘディングのクリアのフィーリングとかはもう抜群やったんですよね。もうほとんどヘディングクリアしても全部味方に繋いでるみたいな感じやったんですよね。まあ、多分見返してもらったら分かりますけど、まあ、ノーミスまではいかないですけど、味方のいる多分自分の思ったところに弾きってたんで、あるんじゃないかなと思ったらやっぱ、本人にちょっと今度聞いてほしいんですけど、あ、水曜日、あ、じゃあ、はい、撮影、はい、はい、あ、言っときます、はい、クリアのフィーリング良かったですよねって。それいいっすね。ここで辻尾さんに聞いて、それを撮影の時に聞いて、はい、あ、そうですね、ナウで流すっていう、はい、いや、それいいな、聞いときますわ、はい、あともう一個、うん、これあの次元ナウで解説しようと思ったんですけど、はい、前半の29分か30分ぐらいに、うん、まあ、相手攻め込まれてキーパーのとこまでうちの後藤選手まで行って、そこからこうビルドアップというか、まあ、相手まだ攻め込まれて ブロック作ってたわけじゃないんですけど、ビルドアップしていく時にちょうど前言ってた大橋選手がサイドバックとセンターバック広井選手と渡辺選手の間に落ちてっていうシーンがあったんですよ。で広井選手はその大橋選手を使わずにこう、まあ、おとりというか相手そこに食いついてきたんで、大橋選手のところに1個飛ばして渡辺選手に浮き玉でふわって出したボールがあったんですよ。これもちょっと、まあ、後で見てほしいんですけど、多分本人にもこれ聞いてください。あのパスめちゃくちゃ良かったですよ。もうミドルレンジの浮き玉のふわっとしたパス結構難しいんですよ、もう感覚的に。この間のホーム2試合前の久々の先発の時はあのパス全部見せてたんですけど、皆さん昨日の試合ではもうバシッと出して、そこから渡辺選手運んで、で誰やったかな、そこから丹羽選手に出して、もうゴール前の島田選手まで行って、そこシュートになりそうなところまで行ったんですよね。なんでそんなシーンあまり見られなかったので、そのボールの運びはそう、まさに俺が言ってたところだった。見ましたかって聞きました、聞きましたかねこれ監督に聞いたら怒られますお前やってみろって、まあ、メンタル的なところでももう間違いなくこう若手の求心力があるというか、広井選手が活躍するとやっぱり、いや俺らもやらなあかんなっていう若手の気持ちにもなると思うんで、まあ、あとは庄司選手もね今出てないですけれども、そこのこう起爆剤というか、そこでポジション争いでまたいいものが生まれるんじゃないかなと。ただですよ、はい、ね、最後の最後の最後の最後でどうでした。いやー、そう、まあもちろんいろんなその前の丹羽選手のシュートが相手当たったのにコーナーキックならんかったとかっていう要因もあったりもし、まあ、あそこでスローインになっちゃったとかね、いろんな要因はありますけど、やっぱりその中でのマークの緩さっていうのは感じたかなっていう、正直あのロスタイムで、まあ、相手ロングスローあるって分かってて、まあ、マークのつき方で言ったらもう自分の手の触れる範囲に絶対置いとかなきゃいけないのに、あれ結果的に藤村選手でしたけど、まあ、全員の意識としてここで絶対やらせへんぞっていうマークのつき方ではなかったかなっていう。あの位置でのロングスローってなったらね、栃木戦でやられた時とか結構こうフラッシュバックして、はい、いやまさかなと思っとったら本当にそうなっちゃったんで、はい、もう脱力ですよその後。そうですね、本当にみんな多分そうなったと思いますけど、みんなマジかよみたいな泣きそうでしたもん、うん。ここからは、はい、例えば、は
辻尾監督だったら、ここまで15節終えて、まあ、チットもね復帰したということで、まあ、次どんなスタメンを組むとか、まあ、フォーメーションとかも含めて、あれば、ちょっと妄想でもいいんで、教えてほしいなっていうふうに思ってて、キーパーはまあ後藤選手、まあ、右も松田選手、システムはシステムは、4-2-3-1、はい、右のサイドバックが、松田選手、石尾選手、広井選手、で片倉選手、お左のサイドバックに片倉選手、でボランチが藤村選手、大橋選手、この3枚が、まあ、右に島田選手、真ん中に丹羽選手、あここに丹羽選手、で左がねちょっと悩むところなんですよね、左はちょっと置いておきましょう、はい置いておきます、はい、でトップもトップのトップに千沼選手を置きます、はい、千沼選手、これは、4-2-3-1になることによって、どういう、まあ、メリットというかいいところがあるんですかね、まあ、縦関係になってその作りのところでこの真ん中に庭選手を置いてボールの引き出しとかっていうところを増やすっていうことと、守備のところもこうはっきりさせて、まあ、縦関係で千沼選手が処理バックで相手ビルドアップしてくると思うんですけど、どっちかに配球させる、で島田選手が右に出たら島田選手がガッとプレスかける、今のサッカーで言えば、で左に出たら左のサイドハーフがガッとプレスかけるっていう感じですか。あんまりこうなんていうんですかね、今ツートップが背後を狙うっていうのがまあファーストチョイス、もちろんずっとファーストチョイスではあるんですけど、間延びしてるというかちょっとこう距離が遠いので、まあこの丹羽選手のところを例えば丹羽選手トップにして、そこに島津選手をこう入れてもそこ自由にさせる、どんどんボール触れと引き出す、去年かな一昨年かな、あのトップ下1回やったんですよね、島選手、めちゃくちゃ良かったんですよ、多分サイドハーフの時よりも守備のこととかあんま考えずに自分の良さを出してたんで、トップ下で島田選手で、サイドハーフに大谷選手とホドルフォ選手だったらどうなりますか、ね、なるほど、面白いかもしれないです、島田選手もっとこうプレイメイクでもいいかな、その守備の負担軽減とかでもいいと思うんですけど、で両サイドめっちゃ速い2人がいて、でトップに丹羽選手どうかな、ああそれは面白いですね、で前節は惜しくも終了間際に追いつかれて同点ということだったんですけれども、実際今6試合勝ちがなくって、その間は引き分け2つで勝ち点2という状況なんですけれども、実際こういう状況の時って選手のメンタルとしてはどういう感じなんですかね、現役の時どんな感じでしたかね、まあ、やっぱりこうナイーブになりますし、普段こう自信持ってやれてたプレーもミスが出たりっていうところは出てくると思うんですよね、まあ、一番こうダメなのは本当にこう自分たちのやってることを疑い始めるとか、監督のやってることを疑い始めて中でいろんなこう批判的な意見が出てくるっていうのは本当に一番ダメな状況なんですよね。なのでやっぱ監督の言ってること、まあ、戦術だったりっていうところをやっぱ信じてチームがこう一丸となってやるっていうところが間違いなく一番大事ですね、はい、実際どうですかね、現役の時に今言ったような、そのチーム内の雰囲気が悪くなるとかっていうのは経験としてありました？ありますよ、はい、その後どうなりましたチームは？それ言っちゃうといつかバレちゃうじゃあまた今度次の機会にして、はい